およそ300年もの伝統を持つ八女竹細工は、竹の軽くて丈夫な性質を生かし、地域の生活用品として広がりました。ここ八女地方は良質な竹の産地であったことから、多くの竹細工が作られてきました。戦後、欧米化の波により生活様式が大きく変わりました。それとともに八女竹細工も時代に合わせ変化を続けています。ここは八女に伝わる工芸品を一堂に集めている八女伝統工芸館。伝統工芸に詳しい館長さんに話を伺いました。八女竹細工について教えていただけますか？はい、八女の竹製品はですね、もともと農家の副業ということで、こういったざるや生家というのを作っておりました。いろんな種類の竹細工があるんですね。そうですね、竹の編み方には120種類あると言われております。はい、120種類も。はい、ここ八女伝統工芸館でも下に展示しておりますので、はい、ご覧になってください。今どのくらいの人が作ってるんですか？そうですね、昭和の初期ぐらいまでは数百名いたと言われている職人さんが、今は6、7ということになっております。それだけしかいらっしゃらないんですか？そうなんですよ。はい、実際に竹細工を作っているところを見てみたいんですけれども、はい、そうしましたら山の内さんを訪ねられるといいと思います。早速工房を訪ねました。いろんな作品が並んでますが、はい、これは全部山の内さんの作品ですか？そうです、はい、これは何に使うものですか？これは菓子器とか果物かがですね。こちらは？これはですね、昔は味噌こしの代わりっていうか、米といだりなんしたりするものですもんね。ここにお米を入れて研いで、皮で洗ったな。僕が習ったのはこの場が原型です。僕も若い時弟子に行って何年も行ってから習ったんですね。ここで竹細工の製作工程を覗いてみましょう。まず竹の長さを決めて幅を揃えます。それから竹の繊維に沿って2ミリメートルほどの厚さに裂いていきます。出来上がった素材を編み込みます。左右の手をうまく使うのがポイントだそうです。熟練の技が光る一品の完成です。これらの作品は山内さん自らデザインされたそうです。竹本来の繊細な美しさを残し仕上げられています。こういうふうにこんな模様になってたりだとかすると、お家のインテリアで、そうそう、その向きに作っていくと輪っかもんも、ね、だけ使い道はどんな使い道でもあるんです。本当に昔ながらの技法は生かしたまま新しい作品を。技法は昔のままの技法、ほとんど変わりなく、それが伝統じゃん。そうですよね。それは捨てずに素敵な作品を作っていくといいですね。時代の流れに沿って変幻自在に姿を変え発展していく八女竹細工。皆さんのそばにある竹製品、ひょっとすると八女竹細工かもしれませんよ。